ラスビハリ・ボースはインド独立運動家。イギリスによって過激派として指名手配されたことから、1915年に日本に逃れてインド独立運動を続けた。ラスビハリ・ボースは、相馬愛蔵と相馬黒光の長女、トシコと結婚した。独立運動家で自由インドカリ政府主席を務めた、スバス・チャンドラ・ボースと混同されることもあるが別人。 2005年から日本に本格的なインドカレーを伝えた人物であると懸伝されているが本格的インドカレーが日本に紹介されたのは1858年のこと。1886年に当時イギリスの植民地支配下に置かれイギリス領インド帝国と呼ばれていたインドのベンガルで政府新聞の初期を務めるビノドビハリと妻の ブボネン処理の長男として生まれた。ベンガル政府の官僚であった父が単身赴任していたため、祖父と母の手によって育てられ、シャンデルナゴルとコルカタの学校で学んだ。ボースは、インド兵になることを志すが、身体的理由により人間を拒否される。その後、イギリス植民地政府の管理として、デヘラードゥンの森林研究所で、 事務主任を務める一方、インド国民会議に参加し、独立運動に身を投じた。父親に押し付けられる形でこの職に就いたが、森林研究所事務主任という立場は、グルカ兵に革命思想を強さしたり、爆弾製造のための薬品や部品を集めるのには、うってつけであった。また、ボースは、 近代インドを代表するヒンドゥー教指導者、オーロビンドゴーシュの宗教哲学に大きな影響を受けた。ボースは、チャールズ・ハーディング総督暗殺未遂事件で爆弾を投敵して負傷させ、また、ラホール放棄の首謀者とされ、イギリス植民地政府に追われることとなる。ボースは、新たな武器を得るために、 日本に渡航する決断をし、ラビンド・ラナート・タゴールの親族と、偽り1915年6月に、日本に入国した。ラスビハリ・ボース氏・シャオンの会テーブルの向こう側中央に、道山・光、その後ろに、ボース、両者の手前に、犬飼武ケボースを囲む日本の支援者日本では、東京に住み、故国の独立運動のため東京の支援者から、送られた。 大量の武器をインドへ送りつつ、先に日本に亡命していたバグワーンシンの紹介により、孫文と信仰を結んだ。また、ヘイランバラーアールグプタの紹介により、大川は襲名とも信仰を結んだ。武器のインドへの輸送が、イギリスの関係に見つかるとともに、ボースの密入国が大英帝国に知られ、当時大英帝国と同盟関係にあった、日本政府は、 英国政府の要求により、1915年11月28日に、ボースに対する国外退去命令を発令した。孫文はこれに対するため、遠山光をボースに、紹介した。遠山や犬飼武士、内田良平などのアジア独立主義者たちは、ボースの国外退去命令に反発し、新宿中村屋の相馬愛蔵、両夫妻によって、ボースをかくまわせることを工作し、 その後4ヶ月間、ボースは中村屋のアトリエに隠れて過ごしている。やがて東山らの働きかけもあり、同年中に日本政府は、ボースの国外退去命令を撤回した。しかし、イギリス政府による追及の手は1918年まで続き、ボースは日本各地の17箇所を点々と移り住む、逃亡生活を送った。ラスビハリー・ボース、ボース、 敏子夫妻大正7年頃、東山の売借により1918年に、ボースは逃亡中の連絡係を務めた相馬夫妻の娘、敏子と結婚し1923年には日本に帰化して、インドの独立運動に没頭できるようになった。第一次世界大戦が終結したことを受け、イギリスからのボースの追求が終わってからは、 トシコと共に中村屋の敷地内に住居を建てて暮らした。トシコとの間には一難一条を設けたものの、トシコは1925年に26歳で肺炎により死去した。AM、ナイルなど日本に亡命していたインド独立、運動家たちと協力し合い、また、イギリスと対立を強めていた日本政府や軍部と協力関係を結んだことで、 ボースはインド国外における独立運動の有力者の一人となった。日本は1941年に太平洋戦争を起こし、イギリスの植民地を含む東南アジア各地域を占領したが、日本軍は同地におけるインド人に対して扱いが低調だったと言われる。その背後にはボースと AM ナイルの努力があった。その後1942年初頭に かねてより植民地軍として駐留していたイギリス軍を放築し、日本が占領したマレーやシンガポールでは、捕虜となった英陰軍将兵の中から主眼者を募って、インド国民軍が編成された。その長は、最初に日本軍に投降した元英陰軍の大義であった、毛半身であった。しかし、真は親、イギリス的思考が強かっただけでなく、軍内において、 自身に対する個人的利益を優先させた上に、そもそもが大意という下級主観に過ぎなかったこともあり、数千人を数える規模となったインド国民軍を統率することは困難であったため軍内に大きな混乱を招いた。そのために、インド国民軍はインド独立連盟の管轄下に入り、その後連盟内で孤立した真はインド国民軍司令官を罷免される。しかし、 このような混乱により、新郎を重ね隊長を崩したボースは、1943年7月4日に、シンガポールにおけるインド独立連盟総会において、インド独立連盟総裁と、インド国民軍の指揮権を、総会に先立ち亡命先のドイツからシンガポールへ来た、スバス・チャンドラ・ボースに移情し、自らはインド独立連盟の名誉総裁となった。大東ア会議に参加した。 各国首脳。左から、バーム王長兄系、王朝名、東條秀樹、ワンワイタイアコーン、ホセラウレル、スバスチャンドラボースその後、同年10月に、ボースとチャンドラボースは、日本政府の援助を受けて、シンガポールに自由インドカリ政府を樹立し、主犯となった。 サンドラ・ボースと共に指導者の一人となり、日本政府の協力を受けて、イギリスとの闘争と、インド国民会議派をはじめとするインド国内の独立勢力との提携を模索した。その後自由インドカリ政府は、同年10月24日に、インドを支配するイギリスを含む、連合国に対して、インド独立のための宣戦線布告を行い、同年11月5日東京で開催された、 大東亜会議に、ボースがオブザーバーとして出席した。オブザーバーとなったのは日本がインドを大東亜、共栄圏に組み込まないという意思を明確にしていたからである。1944年には、インド侵攻のため、仮政府本部を当時日本の占領下にあった、ビルマのラングーンに移転させ、インド解放のスローガンの下に自由インド仮政府の国軍となったインド国民軍は、 日本軍と共に、インドやビルマのイギリス軍と戦い、インパール作戦にも従軍した。しかし、この頃になると入院するほど体調を悪化させた、ボースは、インド独立の実現を見ることなく、A.M. ナイルラに見取られながら1945年1月21日に、日本で死去した。日本政府は、ダスビハリボースが亡くなる前に、君に当局日、 重光明を授与することを決定し、ボースに伝えたが、実際に授与されたのは、死後になった。同年6月には、長男の某、主正秀も沖縄戦で大日本、帝国陸軍中尉として戦死している。2001年に、レトルト食品で、市販市場に、参入。2014年に、新宿中村屋ビルの、グランドオープニングを果たした。 株式会社中村屋の宣伝では、日本初の本格的インド料理店、ナイルレストランは、ラスビハリボースの下で、日本で、インド独立運動をした AM ナイルが、インドが自治国になった年1949年に、開店した。現在も、同じ場所で、AM ナイルの息子と孫が経営し、AM ナイル独自が創作したカレー料理を伝えている。ありがとうございます。